浜口グリーンセンターに来ました。園内マップって書いてある。なんかいろいろありますね。レストランもある。めっちゃ暑くなければ超楽しい。万博広場と、本当はプールもあったみたいですね。今年は中止みたいです。はい、バナナっていうのもあるんですね。バナナ、温室だから行けないです。なるほど、こういう入り口だったんです。はい、こんな感じ。すごいね。これ夏じゃなければ最高です。餃子道の駅の帰りですね。自販機がある。あ、レストランはやってないのかな。ステージみたいになってる。こんなステージあるんだ。へえ、いいっすね。すごいっすよ。この真夏のピーカンのグリーンセンターです。グリーンセンターっていうだけあってやっぱ緑がこんだけ多いんですね。ここはレストランだけど今日は閉まってます。はい。でもまあやっぱ自動販売機がいろいろなところにありますね。でこちらがグリーンプラザ、花と緑のお店って書いてある。もうこれ園芸系のものが売ってますね。うん。おすごいですね。この真ん中の方を見ると至る所にあの植栽と花、やっぱすごいです。あそこの奥はどうなってるんでしょうか。お、なんだこれ。お、大切り株。あ、なんて書いてあるんですか。この木はメタセコイアです。触ってみよう。年輪を数えてみよう。あ、昭和42年に開園したんですね、ここは。52歳。お、なんかちょっとボーイスカウトのことを思い出しますね。なるほど。木を数えて、ちょっとよくわかんないな。でかいっすね、この木。非常に大きい。ここに年輪をこう重ねてるわけですね。52歳って言ってたよね。すごい。こうやって見るとやっぱり大きいですよね。この根元だけしか見てないですけど、これが上にあったらやっぱ壮大な感じがします。ここはちょっとトタンになってて、幾分日差しが遮られる感じ。ちなみに風が結構今日はあるので、まあまだいいかもしれないです。今日も8月下旬なんでね、まだまだ暑い夏の時期です、はい。あ、トイレとかも当たり前ですけど完備してますね。男子女子多目的トイレが、そしてまあ手洗い場もこんな感じであります。この施設は何なんでしょう。お、大音質。10時、16時半って書いてある。大音質か。
八角形の、すごいブーゲンビリア、ハイビスコスとかね、すごいな、ありますね。お、チャイムが鳴りました。12時のチャイムでしょうか。熱帯温泉スコールが降る。毎週日曜日、この限定した時間にスコール体験ができるみたいですね。今日はあいにく日曜日じゃないのでできないんですけど、こういったものもあります。はい、じゃあ中入ってみましょう。ちなみにブーゲンビリアとかもあるみたいですよ。あ、花の曲に出てきますよ。ガジュマルの木ね。ちょっとわかんない。すごい、なんかあの熱海のバナナ園じゃないけど。アマゾンですか。アマゾンですね。あ、マンゴー、へえ、なるほど。パキラ、日差しは入ってきますね。温度を保っていますと書いてありましたけど、ネーブルオレンジ、実がついてるよ。どこのこと言ってますか。お、なんか丸ビスカス、丸ビスカスか、丸バビスカス。わかんないです。バナナの花の咲き方と実のあり方、左の写真の一塊の花が上バナナの一房になります。これかな。ねえ、上もあります。アボカド、アボカドです。身はよく見えないんだよな。グワップ、うん、おお、から下に降りれるみたいです。足元注意。ピンクトーチ、なんだこれ、葉の先端が濃淡色のつまべにとなるとって変わってますね。これこんな色してる、はあ、ブラジル、お、サングシャバナナ、広いなあ。あ、こちらが水性温室入り口。あ、こういうのあるんだ。
なんだこれ。へえ。ハス？ハスですね。神様のお花でしょ。そうなんですか。ハスは。ああ、まあちょっと涼しげな感じしますね。ああ。ちゃんとこの見どころあったんですね。先ほどいたのは熱帯温室で、今水性温室に行って、隣がサボテン温室です。3部構成になってますね。へえ。ということで、サボテン温室入り口、サボテンだ。とっくりランとかね、変わってます。サボテンが、うん、すごいね。アロエとかも結構あるよ。とっくりランもさっきありましたね。へえ。これは、あ、なんだあれ、奇想天外って書いてあります。なんでしょう、奇想天外、そういうものなんでしょうね。へえ、面白い。今あるんだ。はい。ああ、これはよく、なんかよく漫画とかで見るサボテンですよね。宝剣、いろんなサボテンがあるわ。うわー、すごい。うわー、見ました、奇想天外。てか漫画で出てきそうなサボテン多くないですか。ハンニャとかもあるよ、ハンニャ。なんか名前変わってますね。あ、こちっちゃいサボテン家にあったような気がする。家にも実はテンテンがいます。テンテン、サボテン大きいですね。で、名前も変わってます。サボテンコーナーでした。はい、はい、バードセンターってとこに来ました。行ってみたいと思います。お、大きいですね。あ、綺麗だな。インドクジャク。広げてくれない？インドクジャク、夜は泊まり木の上で眠ります。あ、クロポーズなんだって。羽広げるのは。なるほど、かっこいいだろうとメスのクジャクにアピールしているのに。いいですね。いいですね。隣もクロポーズしてください。私は全然してくんない。あ、このおとなしめな、あ、全部インドクジャク。あ、ここまでなんだ。うん、あ、銀系っていう、ちょっと色が変わった銀系がいます。金系です、こっちは。金なんだ。なるほど。あ、でもバードセンターは一周ですね。意外に短い。まあでもクジャクが間近で見られますね。
いいんじゃないでしょうか。まあ、みんなちょっと暑くて休んでるかな。うん。ちょっとみんな後ろ向いちゃって恥ずかしがってるかもしれないです。うん。書いてます。うん。いいですね。続きまして、緑のアトリエです。なんでしょう、ここは。ただ現在展示物はございません。涼しい休憩所としてお使いください。なるほど。開演だけど、休憩所です。あ、すげえ涼しい。対策してますね。あー、めちゃくちゃ涼しいです。本当はアトリエだったんですけど、こういう今休憩室として、うん、使用してるみたいですね。かけるとことかあったみたいです。はい、歩いていくと万博広場。スプラッシュ広場とかあるじゃん。スプラッシュタイム、すっごい広いですよ、このテーマパークは。ねえ、なんかもう回りきれないんじゃないですかね。あ、ガチャガチャがあります。嘘。あ、イチローさん乗りたいんだ。いやー、これはワンパクが乗るやつだから。あ、やっぱ鉄道系が。子供しか乗れない。そうですね。すごい。かわいい。なんか、ミニ鉄道です。かわいいね。ほら、乗車券は先に購入できません。あ、行けんのかな、これ。乗れるかな。え、これ、子供でしょ。そうか。わんぱく広場東門。三ヶ根さん。ほら。ミニ鉄道があって駅がちゃんとあるんですよ。かわいい。ほら、めっちゃかわいい。夢風船って何？軽食売店、滑り台。あ、でもやってないんじゃない？仲良し橋、まあ、結構やってない。医療センターにつながってますね。あ、本当ですか。ほら、戻ってきました。わあ、あんな感じだ。暑そうですね。電車がある。へえ。ワクワクトンネル。ワクワクしてきた。あ、トンネルだ。いや、バカ広いね。うん、この絵が可愛くないですか。ちょっとコアラのマーチっぽい。不思議な。ちょっとこの猫見て。この猫も可愛い。でもその勢いで飴食べてる。そう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 。つながってる。本当だ。面白いですね。一人一人がほら、こうやって。これ12じゃないか。干支ではないね。ほら、踏切があるよ。え、かわいい。うん、やばい、ここはかわいいと思う。いいね。かわいい。いいですね。ほら、峠が。へー、面白い。あ、なんかすごい遊具が出てきた。うん、至るとこに踏切がある。結構公園的要素も入ってますね。うん、やっぱちっちゃいお子さんとかがいるご家庭には非常に楽しい施設なんじゃないかなと思います。はい、あれですよね、あの展望。あ、これ、これは多分やってないでしょ。あ、
すごくない？展望台のところから下まで滑るやつです。この滑り台すごいじゃん。ねえ、あ、売店やってない。スマイル、コロナの影響でやってないんですね。わんぱく広場の中にはこんなね、これなんだろう、1回100円で動く時間、このどう動くんでしょうこれ。ライオンとゾウと、お、サイ、パンダ、誰もやってません。でも面白いですね。背中に乗って遊んでってねと。休憩案内所もあります。ゆっくり、いいっすね。はい、ということで川口クリーンセンター一通り回ってみました。餃子道の駅からもう目の前なんですけども、310円でね、入場料払って、いろんな、まあ、アトラクションというかね、施設を、ね、堪能できるっていう。グリーンセンターってことだけあって、やっぱ緑と花が多い印象です。あとはやっぱでも、後ろの方、東口の方に行くと、結構あの、展望台の滑り台とか、あとはあの、ちょっと公園みたいなね、遊べる場所、あとはあの、ミニ SL もあるんで、非常にいいなと思いました。これまあ、子供がいるご家庭はもちろんね、楽しめるんですけど、大人だけでも、行ってもね、なかなか楽しいんじゃないかなと思いました。はい。川口市立グリーンセンターということで、まあ、医療センターの方とバスつながってまして、非常に近くにあります。ということでした。今度はね、みんなでいろいろ行って、まあ、SL とかも乗れたらなと思いました。はい。本日の動画は以上です。それでは、さようなら。